こんにちは、小田原総合ビジネス高校のチャレンジショップジェストーレ小田原です。ここのお店では全国の高校生が作った、お菓子やジャムやジュースなど販売しております。高校生が作ってるんですか？はい、全国の高校生。そうですね、こちらは愛知県の岡崎商業高校が企画して企業さんが作ったもので、 あちらは農業高校、いろんな青森県とか北海道とかの農業高校の生徒さんが実習で作ったものなど。なるほど、面白いですね。はい、あ、それの、その売る子の担当してるわけですね。そうですね、はい、仕入れと販売を。小田原総合ビジネス高校さんでこういう、そこの銀座通りでいつもお店出してるんですね。はい、なるほど。ジェストーレって言いますね。はい、ジェストーレ小田原です。いっぱいありますね、いろんなね。はい、普段もこういう街のイベントによく出るんですか？そうですね、結構参加しますね。小田原箱根産業祭り、あ、ありますね、これね、またね。今日は何、それで何人で？生徒5人です。5人。わかりました、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。